点灯式の後はこの広場全体がイルミネーションでキラキラになるんだよね。早く夜にならないかな。あ、ねえショウ、俺たちの撮影なんだけどさ、会場のエントランスで撮ってもらうのはどうかな。ガラス細工を使ったイルミネーションゲートで音楽に合わせて色が変化するんだって。面白そうじゃない。エントランスってお客さんと一番最初に会える場所だしさ、たくさんあるフォトスポットの中でもすごく特別な気がする。決まりだね。俺たち二人で誰よりも先に来てくれた人たちを出迎えよう。おー、見て、息が真っ白。今夜はすっごく冷えるね。でも今みたいな寒い時期の方がこんな風にイルミネーションが綺麗に見えるんだって。これを見せたくて今夜をずっと楽しみにしてたんだ。気に入ってくれたみたいでよかった。ホリデーシーズンは大切な人と過ごす季節って言うでしょ。俺にとっての大切な人は君だよ。冬の夜は長いし、その分だけ一緒にイルミネーションを見ていられるからいいよね。どう？温まった？じゃあ、次は俺のことを温めてくれる？大好きって君に言ってほしいんだ。